い、どうもケニーです、よろしくお願いします。ということで今回もバウンティのショーやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、やっと、はい、肩くりが100になりました。はい、ということで今回はこれを使って、まあさすがにね、もう待ち望んだ、マジで待ち望んだ、はい、まあということでね、まあ今回肩くり100になって、まあほぼね、もうフルブースト状態、はい、になっております。はい、もうめちゃめちゃ強いよ、本当に強い。で、まあ今回メダルはね CP9 セットでやっていきたいと思います。で、体力と防御振りにしております。まあこれが一番ね肩くりにとって一番いいかなっていう風に思っております。はい、ということで肩くりの100、いざプレイスタート。はい、それではやっていきましょう。はい、まあ、ということで、雪ちょぱが味方にいる。はい、めちゃめちゃ久々に見たい。リーグで使ってる人を俺、めちゃめちゃ久々に見たんだけど。はい、まあ、ということでね、まあ、遠距離攻撃なんで、まあ、マムに対してはね、結構もしかしたらハマるのかなっていうのをちょっと期待しながら、守ってやりたいと思います。はい、ということで、向かいは、レイリー。はい、攻撃をしないと見せかけてからの、殴り、はい、っていう感じでやっていきましょう。はい、で基本ね、俺ここに隠れるんがすごい大好きなんでね、ここで隠れて、アジャパっていう感じで、はい、やっていきます。はい、まあなんで、まあ、レンリーはねもう全然余裕っすね、マジで余裕。はい、まあなんで、あともうやっていきたいと思います。はい、ゴン。大好きなゴン。はい、もう全然いけるっすね。あれが5しか入んないんだったら、もうダメっす。はい。もうリスタートしてきても、絶対肩くり攻めてきちゃダメっすよ。はい。まあなんで、もうレイリーから守っていきたい。はい。まあっていう感じで、ここレイリーかな。あ、違うか。あ、スネークも、あ、ここは打ってあげましょう。はい。これがね、本当にね、フラフラするんでね、マジでね、いいと思う。うん。で、まあその間に旗抜けましたという感じで、あ、またレイリー来たんで一緒に戦いましょう。はい。まあなんで、まあミフォークなんで大丈夫だと思うんですけど、まあとりあえず、持っていってあげて、よーしよしよし。で、またちょっと裏取り来るんが怖いんで、はい、もう倒しておきたいけど、はい、うん。電話耐えたー。電話来たけど耐えたー。マジでびっくりしたよ、ほんまマジで。戻ってこれたのがちょっと奇跡。すぐ切りました。はい、もう後でこいつはブロックしておきます。はい、まあしないんですけどね。はい、まあなんで、なちょっとマム、ここはオッケー、あ、もうここはですかね、いつオッケー、まあここはちょっとエネルに任せましょう。はい、まあなんで、まあちょっと初期旗が怖い、うん、初期旗が怖い、マムがやられた、あれ真ん中取られる、真ん中はもういいや別に。はい、あとはもうこの脇の2つと、初期旗守っていこうっていう感じですね。ここはもうちょっと任せましょう。あ、これは変わってあげよう。これは任せて、レイリーはもう俺の、はい、もう俺の相棒、はい、っていう感じで、はい、あ、ちょ、あー、オッケー、あ、ごめん、俺が戻ると思ってたね。はい、ごめんなさい、はい、学んで、いや、もう全然間に合う、オッケー、はい、フラフープ、そして、はい、まあ、あとはもう旗の中、はい、行っときましょう。はい、うん、絶対耐えれる。はい、オッケー、ナイス、あー、ナイスです、最悪。はい、じゃあスタートしていきましょう。いや、もうガチで楽しい、マジで肩くり。はい、もう本当に100にしてよかったと思います。はい、学んでちょっともうマジ頑張っていこう。はい、ここも初期旗、誰かルフィ太郎とかね来てほしくない。うん、戦わんのかいって思うかもしれない。ルフィ太郎はねもうね、うん、突っ張りからの無敵のコンボはねもうちょ結構きついね、あれはディフェンダーからしたら。うん、マジでルフィ太郎強いと思う。まあルフィ太郎ねもうねちょっとね100になるんでね、もうそろそろ、はい、ぜひとも最強動画、ぜひ見てください。はい、学んで、ここはねやっぱりね肩くりはねこういう風に地道に貯めて、はい、まああとはね美味しいところをもらう。あー、で今の別に俺肉取るつもりなかったんよ。肉取るつもりなかったんですけどね、ごめんなさい。はい、わかりやすいカウンターに引っかかった。はい、すいません。はい、まあ仲間に被害なかっただけマシかな。はい、まあっていう感じで、ここはちょっとね、まあたまたまです。
今のクローズのあれはたまたまです。はい、まあ、なんでちょっとここでウルトラスーパーパンチを見せていきたい。ウルトラスーパーパンチ、はい、とりあえず一回戻りましょう。あ、黒ひげ来てくれたからちょっとな。あ、オッケー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 、これいいよね。うん、マジで。でね、まあ今ね、片栗に関して言うとね、マジでラグいんだよ。うん、マジでラグくて、要はね、この殴り持ちね、ちょっといつかね、てか早い頃修正しないと、多分片栗使う人が減っていっちゃう。はい、まあなんで、まあこのラグをね、早く直してほしい、殴り持ちのね。はい、まあ瞬間移動したりするんで、ガチで。はい、これはタイミング見て、あ、ここ、オッケー、ナイス。あー、ぶっ飛ばなかったね。これぶっ飛んだらマジでかっこよかったんだけど。はい、まあなんで、押し込めっていう感じで。マムが今見ましたマムガチで今の面白い。あー、マム怒ってきた。あー、やばいやばい、これやばいこれやばい、もうとりあえず打っとこう。あー、もうこれはね、オッケーオッケーオッケー、マムフラフラさせてる、もう関係なかったっすね。はい、まあなんであとはちょっと、あー、なんとかしてくんねえかな。うん、あー、間に合った間に合った、オッケー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 。まあそこら辺のマムはもうこのスネークマンでね、もう一掃してね、終わりたいと思う。うん、まあなんでちょっとこの黒ひげがどうなってるか、あー、ちょ、あー、オッケーオッケーオッケー、全然避けて、はい、オッケー、あー、ナイスナイスナイス。で、あとこのマム、はい、そして行きましょう、キングコブラ。はい、ダブル KO、 もう相手0人これ勝ちましたね。はい、まあなんで、真ん中もうここ取っちゃいますか。はい、5通り行きましょう。はい、間に合うやろ。はい、あ、オッケーオッケー、間に合うっすね。オッケー、ナイス。おお、かっこいい、この終わり方。めちゃめちゃかっこいい。はい、ということで頑張っていきましょう。はい、赤サボがちょっとちょっと嫌かな。うん、で、なんか微妙にペローナもちょっと嫌っすね。はい。まあなんですけども、ペローナ倒し講座とかも頑張ってやっていきたいかなっていうふうに思います。はい、まあなんで、まあちょっとルフィ太郎だけ気をつけ、あー、待って、全員気をつけなあかんわ。はい。まあなんで頑張っていきましょう。はい。まあルフィ太郎のね、突っ張りからの無敵のコンボだけちょっとマジで気をつけていきたい。はい。まあなんで、とりあえず、ゲージを貯める作業を、しております。はい。まあなんであそこでマムがね、頑張ってるね。うん、敵のね。味方のマム死んじゃったね。はい、まあそれはしゃあない。はい。雷切れたから、行きますか。あ、行ける？行けなさそうか。じゃあ出る？いや、マム来る？どっち？あ、マム来ない。はい、じゃあ、黒子の飛び方がえぐい。オッケー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 。行かせない。はい、黒子に取ってきてもらう。はい、まあ、なんで、いや、もうどっちも気をつけなあかんキャラクター。はい、オッケー、ナイス。まあ、とりあえず一人ずつやっていこう。はい、ここは落ち着いて一人ずつ。はい、吹っ飛ばした。あとはルフィ太郎。はい、回避使ってもた。あ、いけるか？いけるか？オッケー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 。三人とも中に入って、ナイス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 。いいよ。相手のブースト中に3つにできるのはでかい。マジででかい、これは。はい。で、とりあえず、味方が、今2人しかいないんで、ここは2人で頑張って守っていこう。まあ、旗の中にいますか。オッケーオッケーオッケー。赤そぼに関してはもうね、ぶっ飛ばす。とりあえず戦いたくないんで、ぶっ飛ばす。はい。まあ、なんで、こっちももうブースト来る。あ、ペローナ。ペローナに関して言うと、はい。とりあえず、誰か負けずに食らったな。はい。これを回避させてからのこれをぶち当てる。はい。これがペローナの倒し方です。はい。まあ相手、4分の1ぐらいしか削れてないです。これに関してはしゃない。あー、シャンクス持っていけず。はい、じゃあスカイ。で、撃つと見せかして、はい。はいはい。今のはわからんかったっしょ。はい。まあ、オッケー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 。まあね、やっぱね、こう、あかん、それが気をつけなあかんって言ってた、散々。はい、すいません。本当に。もう言ってたのにね。うん、これを気をつけなあかんと。はい、言ってたんですけど、はい、まあ、食らっちゃいました。はい。まあ、なんで、あとは、スネークマンにちょっと頼ろう。マム。このマムを倒す。あ、でも、裏取り行ってくれてんだよね。そこで3つ取れるんだったら、これマムぶっちゃけ、もう別にた、あ、取れる、いけるか、あ、いけた、ナイス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 。じゃああとはこっち守りましょう。はい、オッケー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 。カウンターを聞いた。
はい、ああ間に合うでしょ、大丈夫でしょ、オッケー、ナイス、これは味方さんうまいです、ナイスです。はい、ということで参戦終了です、お疲れ様です、敵も味方さんもありがとうございます。はい、ということでですね、まあ今回もこれ、ね、はい、めちゃめちゃ強くないですか。はい、まあ本当にね、マジでね、使っててまず楽しいってのもあるんですけども、やっぱそれに加えて強いんで、まあ耐久がね、やっぱ回復が、もうね、回復の速度がえぐすぎて、はい、もうマジでね、もう最強だと思ってます俺。はい、でまあね、まあ今ね、まあ黒ひげとかね、赤サボとかこうマッチアップした時はね、もうね任しちゃう、違う人にはい、まあでもね、それでもやっぱ耐久、しきれる、うん、まあそれをね、殴り持ちで、要は吹っ飛ばしてね、距離を保たせる、はい、っていうことをやっぱ可能としてるキャラクターになってくるので、いや俺マジでね、ほんと100になってマジで嬉しいです。はい、まあということで今回はカタクリの動画だったので、まあいかがだったでしょうか。はい、っていう感じで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。